はい、ですね、ただいま網干駅前の自転車預かり場ですね、そこで自転車を借りて、これから辰野市のですね非常勤の職場の方に行こうと思います。はい、まあちょっとね網干駅周辺の様子もちょっと撮影しようかなと思うので、まあ気をつけて運転していこうと思います。はい、ありがとうございます。関西で JR 使う方はよくご存知だと思うんですけど、新快速網干行きというのがありまして、網干が終着の快速電車、新快速電車が結構あります。列車の本数が結構あるんで、先ほど渡った踏切で結構足止めを食らうことがあります。ここをまっすぐ行くとガストがありまして、そこでちょっと食事をしていこうと思います。